はい、ハロー、こんにちは、ニハオ、井上正弘です。はい、今日はついにいよいよピンクの特撮のクランクインです。今日から、撮影開始になります。いやー、なんかいよいよですね。で、今日僕はね、あまりシーンないんですよ。ていうかワンシーンしかないんですよ、僕。だからあんまりがっつり撮影じゃないんで、まあ、せっかくなんでこのクランクインした時のまあ映像とか風景を皆さんに紹介していけたらなと思います。じゃあそれではね、行ってまいります。じゃあ控室に到着しました。まあロケ場所があったら、まあ、控室があって、まあ、いろんな控室の場所があるんですけども、まあ、今日はここですね。おっとおはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日の出演者の皆さんです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。あの絶賛あの待機中はもうこんな感じで、あのみんなで、まあ、待ってたりします。和室でまったりしてます、ね、和室でまったりしてますで、ちょっとあの紹介したいのがこれですね。交番表っていうのがありまして、こんな感じで、まあ、ドラマはいつもこうやって交番表を作って、あの、まあ、何のシーンが、まあ、どこで何時からだいたい誰がその必要でってみたいな感じの、例えばここなら、まあ、9時から10時10分、海の見える場所、これ7話の7、シーン7ですね。で、これで、まあ、愛を考えてみますみたいな感じの、まあ、そんな感じで、あの、交番表っていうのを毎回作っております。え、海田くん、今、見口だけど大丈夫？あ、全然申し訳ないですね。あ、申し訳ない。あの、海田くん、見口中です。こんにちは。はい、しまいです。そういえば、なんかあのさっき控え室でなんか早田くんがちょっとマジックしてくれて、はい、それが今僕らはもうなんか気になってしょうがないんで、ちょっともう一回これちょっとマジックしてもらって。あ、もちろんです。じゃあちょっとやらせていただきます。メイクしながらできる？メイクしながらできんの？できます。やばやばやば、マジか。どこに集中すればいいですか、これは。いや、大丈夫です。高校で大丈夫です。ではですね、井上さん、はい、トランプのマークと数字を頭の中で想像してください。はい、想像しました。何でもいいですよ、変えてもいいですよ。あ、大丈夫です。いいですか。はい、まあ、これは絶対当てられてるの。ちょっと頑張って。いや、すごいっすよね、これ。これは当てられてほしくない。まあ、もう僕、携帯触らないんで、はい、あの、何を想像したか言ってもらっていいですか。はい、今、ハイタクの携帯ここにあります。ここに、ハイタクの携帯ここにあるんですよ。なるほど、はい。じゃあ僕、ハートの5です。はい、じゃあ僕ですね、まあ、もうこの携帯ホルダーをこう開いて、あ、え、おい、これもう一番下に見てほしいんですけど、このフォルダにですね、ハートの5がこの今日の1時間前に今日の1時間前に入ってるんですよ。どういうこと？この写真しかないですよ。いや、今大輔が一番驚いてる。ちょっと正さん、これ知りたいっすよね。もうずっともやもやしてる。さっきからめっちゃ聞いてくる。この状態で撮影入られへん。やばい、影響が出ちゃう。ほらほらほら。じゃあちょっとこれは後で、あの、早田くちょっと裏路地に呼び出したいなと思います。はい、ちょっとね、僕の撮影まで時間があとちょっとあるんで、ちょっと現場の雰囲気ちょっと覗きに行きたいと思います。あんま声出せないと思うんですけど、ちょっと雰囲気覗きに行きます。はい、じゃあ現場移します。おはようございます。よろしくお願いします。はい。今のはカメラマンの倉本さんです。ワンカットだけ、どんな感じの段取りで、まあ、テストやって本番やって OK が出るまで、まあ、ちょっとそれをね一回追っていきたいと思います。はい、テストいきます。はい、テスト。つながり的には視線がこっちですよね。だからこう来てる。そうなの、そうなんですよね。だからカメラこっち、うん、そうなんからですよね。はい、じゃあ一回テストね。ああ、じゃあ行きます。よー、
カット、はい、ということで本番行くみたいです。行きます本番。よー7、3、テイク1。よーい、はい。カット、はい、うん、カット、 OK、 はい、OK、 OK、 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 OK、OK、 出ましたね。はい、こんな感じで撮影が進んでております。今日は暑いですね。はい、はい、楽しいです。なるほど、今日は暑いですね。あゆか、いよいよ自宅のメイクに入りました。コトさん、よろしくお願いします。お願いします。待ち疲れ、街づかれというか、まあ、ちょっと現場見学してたっていうのはあるんで、うん、まあ、そわそわしましたね。ちょっと急遽撮影が早まっちゃって、まあ、これからちょっと完成の部屋にしていきます。メイクが完了しました。こんな感じです。こんな感じです。ぐる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 、はい、はい、ということで衣装も着ていきます。はい、ということで衣装とメイクできました。こんな感じです。で、これからね、あのクランクインなんで、もう行きましょうか。着きました。おはようございます。お願いします。はい、じゃあ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。これを着こなす方がさすがやねん。いやいや、着こなしてるよから着こなしてるのは分かんないけど、絶対着こなさない。いやいや、これも結構、これも結構エグいっすよ。いや、これもエグいっすよ。はい、何入ってんだろうって感じですよね。二次元ポケットですね。はい、最初のシーンがだから松田さんとの共演のシーンですね。あ、そっか、まあ、これが最初、これ最初です。僕今日ここが一番最初のはい、ってことで今テストまでが終わりました。テスト撮影ってやつですね。まあ、テストでリハーサルをいろいろやるんですけれども、これからもう最初のカットから本番に入っていきます。これ海岸沿いなんで、ほとんど多分ここでアフレコになると思います。こういうところは風がすごくて、なかなかね、やっぱ音をクリアに撮れたりとか難しいので、ほとんどの海岸のシーンはアフレコなんじゃないかなと思うんですけど、はい、ということでもう行ってきます。本番この日はですね、寒い撮影だったんですけれども、風も強くてね、撮影をするのにはあんまり海辺って良くないシーンなんですけれども、はい、うまく撮れたんじゃないかなと思います。気になる内容はドラマをお楽しみに。はい、パスカット終わりましたね。結構すんなりスッと終わりますよね。まあ、こんな感じなんですよ。もう撮影って結構、まあ、リハーサルは長いんですけど、始まるともうスッて終わってくるんで、まあ、次はじゃあちょっとモニター画面とかちょっと見てみましょうか。よーい、はい。これはですね、普段監督が見ているモニターを特別にカメラで映させてもらっております。普通こんな角度でね、見させてもらえないですからね。はい、これも GG チャンネルならではなんじゃないかなと思います。この本番のドラマの映像越しの撮影風景みたいなレアなカットですね。こちらも本編どうなるか楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。
いや、どんなキャラクターなんでしょうね。いやー、まあ、僕は知ってるんですけれども、この映像だけ見るといろんな想像が駆け巡りますね。あと、いやもうね、中盤ぐらいですけど、僕今日ワンシーンしかないんで、もうそろそろ終わるんじゃないかなと思います。今撮影隊はそこです。松田さんがいるって言ってます。いやもうね、通行人でどうですかって言ったら、本当に通行人みたいな感じでね、それ特殊な通行人ですね、本当に。謎の世界観すぎません？まあ、まあ、どんな感じのキャラクターになるかは、そのドラマを楽しみにしていてほしいんですけれども。仮面ライダー龍騎でナイト役を演じてくださっていた松田さん、釣り人の役ということでね、最初オファーしたんですけれども、心よく謎のキャラクターを引き受けていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。本日終わりました。早かったですね。でもワンシーンだけで結構時間かかりましたね。多分現場的には押してると思います。どうだったですかね。なんか皆さん結構ドラマの撮影とかっていうとちょっとなんか厳かな感じがするような感じがすると思うんですけど、まあ、意外とこんな感じで毎日毎日進行していきます。まあ、またね、何かちょっとこの撮影中の、まあ、いろんなものを紹介できたらいいなというふうには思ってますので、そちらまた楽しみにしていただければなと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。またね。